アベロン県はフランス中南部奥下に位地域県北東部に位置する。一帯は中央高地南東部にあるグランコースと呼ばれる石灰岩の高原地帯である。県最高峰はオブラック山地にあるカザレボーンである。アベロン県は広大で多様な地質からなる古い岩の高原で構成される。トリュイエール川、ロット川、アベロン川、タルン川が深い谷を掘っている。 気候は中央高地と地中海の両方から影響を受けており、県の南北で気候が少しずつ異なる。ロデーズの西側にあるピュレシュ山を及びるエルグの高原地帯は、わずかに海洋性気候が勝る。緑豊かな小立ちの茂みが存在することから、県西部での定期的な降雨が裏付けられる。県中央部。 レベズーの丘陵地帯はより降雨量が多いが、標高が1000メートルあるため気温は涼しい。冬の降雪は普通である。およそ標高1200メートルの北東部のオブラック山地は、主に南西からの降雨が重要で、降雪量も多い。南東部は標高1000メートルのコース地方があるため、冬に時々極端に気温が下がる。コース山地とセベンル山脈に守られた谷は、 しばしばフェーン現象が起きる。南東部は、県で、最も日照時間が多い。かつてのルエルグを、現在の県で色分けした図かつてのルエルグ州の、大部分が1790年にアベロン県として、発足。1808年、サンタントナンノブルバルオゴーリが新設された、ロットイコールエイコールガロンヌ県に分離、併合された。教育はアカデミーとトゥールーズに属する。また、県は、 モンペリエにある高層審裁判所の管轄内である。オック語の方言である、ラングドシアン語、ルエルガ語が県で話されるが、消滅の危機に瀕している。ありがとうございます。